東京電力病院は、かつて、東京都新宿区品野町にあった病院である。東京電力が保有していた、企業立病院であり、一般患者の診療は行っていなかった。略称東電病院。東京電力社員らの健康管理を目的とする、職域病院として1951年に開設され、東京電力の社員や OB、その家族らのみを対象として、 診療を行っていた。病院は7階建てで、敷地面積は5400平米、品の町駅資金の外苑東通り沿いに立地しており、慶応義塾大学医学部、慶応義塾大学病院に隣接している。東京都内には、JR 東京総合病院、NTT 東日本関東病院など多くの民間企業立病院があるが、いずれも一般患者を受け入れており、 東京電力病院のように診療対象を自社関係者に限定する病院は稀である。電力会社が保有する病院に、他には関西電力病院、中電病院がある。いずれも従業員の福利厚生施設として開設され、後に規模を拡大し、地域住民に一般開放している。東京電力は企業立病院形態化での一般開放を検討し、 東京都に相談したが、東京都側は医療法を根拠に難色を示したとされる。東京電力は近隣に大病院があることを理由に、一般病院への変更認可が認められないと説明している。2014年2月末をもって閉鎖され、東京建物に土地を売却した。跡地の活用方法については未定であったが、2017年1月1日付の総価学会機関誌、 政教新聞の報道によって、政教新聞社の新社屋となる、総科学会世界政教会館が建設されることが明らかになり、2019年9月に春工、11月に開館した。東京電力の社員、家族、退職者だけが利用できる病院であり、一般の人間は利用できない。診療対象を東京電力関係者に限定している。 東京電力病院であるが病院の稼働率は極めて低い。2009年に東京都が定期監査を行った際には192床の設置許可病床に対して60名程度しか入院しておらずベッド数の削減が指導された。また2012年6月には入院患者がわずか20名余りで病床稼働率が2割未満となっている実態が報じられている。 一等地に立つ東京電力病院の資産価値は120億円以上であるとされるが、東京電力が東京電力福島第一原子力発電所事故後の2012年5月に改革方針などを示した総合特別事業計画でもこの病院は売却対象とされず、継続保有の意向が示された。1兆円以上の公的資金を受ける東京電力が、 東京電力病院のような受益者を関係者に限定する過大な福利厚生施設を維持していることへの疑念は同年6月に開催された東京電力の株主総会でも指摘された。東京電力の株主でもある東京都の猪瀬直樹副知事はこの病院について赤字を垂れ流している社員だけの病院をこれからも運営するのか売却すべきだとの疑問と批判を提した。 ありがとうございます。